おはようございます。ダーツーです。今日もよろしければお付き合いください。21年3月27日です。はい、今日の食事紹介していきます。ちょっと今日朝ですね、胃腸の調子が悪くてゼリー、さあやや胃腸が回復したと思ったんですが、冷蔵庫に何もなくて冷凍庫にたこ焼きを発見した。さあたこ焼きを食べて冷蔵庫冷凍庫ともに空になったので出前を取ってみました。奮発して牛角、もちろんクーポンを使いました。国産カルビ弁当です。いや、うまかった。久しぶりの牛角ありがとう。はい、今日の学びです。昨日教習所からいただいたバイクの教本を読みました。あと教習で使うヘルメット探しをやりました。どれがいいのか。はい、今日のいっぱいでございます。今日もシャインモルト 70% オフをいただきます。こちらですね、結構好きなんですね。まあ、お腹の脂肪が気になるお年頃でございます。こちらリピートでございます。そんなわけで今日もお疲れ様でした。よろしければまた明日。おやすみなさい。